沖縄コザを地元の人がより深くよりディープに物、人、ことを発信するコザ好きや今後好きになってくれる方々に向けた沖縄市の情報発信番組です。コザの裏側。皆さんこんばんは。7月の MC はこの方です。キャンさんです。いや、慣れないわやっぱり、いい感じですけどキャンさんが隣に座ってっていうね。そう、前からお友達なんだけど、うん、番組に出るのはあんまりね。キャンさんね、作る側の仕事なんですけど、そうこう表に、しかも MC っていう立場でっていうのはあんまないですよね。ない、なんか大変ね、MC ってなんだろう、うん、分かってもらえてよかったです。ごめんね、なんか今までなんか喋ってお金もらって楽でしょって思ってたんだけど、おい、やめろ。ちゃんと回してたんだね。そうなんですよ、頑張っております。じゃあ早速オープニングコーナー行きましょうか。お願いします。はい、はいはい、じゃあ早速行きましょう。コザ、はい、の裏側オープニングコーナー、沖縄市コザのことならミキトリーに任せろ。イエーイ、ありがとうございます。はい、早速なんですけど、何でしょうか。はい、ミキトリーさん、ズバリ沖縄市の兄弟都市、姉妹都市を教えてください。はい、わかりました、うん、さっき覚えましたよ、うん、昭和昭和49年に、はい、大阪府豊中市、うん、そして、うん、平成6年に、ほうほう、山形県米沢市、うん、はいはいはい、そして平成14年に、うん、ワシントン州、これ知らなかったんですけど、レイクウッド市、レイクウッド、はい、で、平成21年に、うん、愛知県豊中市じゃなくて愛知県、東海市と、はい、兄弟姉妹都市を結びました。はい、で一番最初 の、 昭和49年の、うん、はい、豊中市なんですけど、はい、実は沖縄市が今年50周年で、うん、あ、そうなんですか。一緒なんですよ、兄弟姉妹都市を結んだのが、はいはいはい、実は沖縄市が沖縄市になる前に、うん、豊中市に行って沖あの市ってどうやって動かしてんのって言ってアドバイスをもらいに行ったことがきっかけで兄弟都市になったんですよ。なんで那覇市に行かなかったんですか。ほんとそれは分かりません。なんでなんでわざわざ当時の市長に聞いてください。なんかあったのかな。ないよ。さあ今回のゲストはこの方です、どうぞ。はい、沖縄ファミリーマートシャキーン、おー、ありがとうございます。よろしくお願いします。船木さん、よろしくお願いします。さあ、なぜ沖縄ファミリーマートさんがコザの裏側にいるのかということですよ。はい、どういうことですか。実は今回、はい、沖縄市と沖縄ファミリーマートで、コラボを実施します。おお、どういったコラボなんでしょうか。地域土密着プロジェクト、うん、沖縄市編ということを実施します。なるほど、沖縄市編ってことはじゃあ別の地域でも以前にやったことがあるんですか。そうですね、実は去年ですね、うん、那覇市との、コラボで那覇市編っていうのをやったんですけど、今回は実は私沖縄出身で、もうぜひともこの沖縄市とやりたいという強い気持ちで、うん、今回いろいろと企画もありがとうございます、はい、ただなんでしょうね、コザンチュからするとなんで一番じゃないか、うん、みたいな。そうそう地元で、地元でしょ、うん、地元ですよね、うん、上層部が那覇の方。さらに今回さっきご紹介あった沖縄市政50周年という、そういうことです、記念の年になりますので今回コラボしましょうと、うん、ありがとうございます。嬉しい。まあ、コラボっていうといろんなコラボレーションがあると思うんですけど、はい、今回どういったコラボなんですか。沖縄市の、嬉しい、楽しい、美味しいを、うん、沖縄ファミリーマートで表現しようということで、いろいろとその取り組みをやろうということで、うんうん、僕の担当がですね、沖縄市の美味しいを紹介しようということで、うん、今回もう地元なので、まあいろいろできるできないの、まあ、いろんなお店あるんですけど、うんうんうん、まあ、ファミリーマートで表現できるお店さんの中で、まあ、僕らが沖縄市の方ともいろいろ話しながら、ここのお店いいよねとかっていう、うん、今回5つのお店を、うん、コラボして今回商品化してます。ちなみにもうバスオンと5つのコラボ商品、はい、うん、いいですか。はい、お願いします。はい、まず大木鶏飯さんのチキンライス、はい、すぐそこですね。もうすぐそこ、はいはい、すごい、ここでまず一発目に大木鶏飯出てくるってすごくないですか。いや、そこのチョイスもまたいい、ね、もう地元なのでど密着って感じ、うん、もう僕地元なので、ね、うん、そうですよね、嬉しい、俺の町こざって言ってるぐらい、今日の T シャツも決まってますし、そうそうそう、嬉しい。大木鶏飯さんと、で、麺、飯と麺、あ、飯と麺、ソワチヤさんの豚ラーメン、うん、はいはいはい、で、あと大衆食堂ミッキーさんの、いいね、焼きそば、うん、こちら、あ、いい、美味しいですよね、わ、うん、かる。
あとあのスパイスカレーのパルミラさん。パルミラね、はい、で最後にですねあの、うん、ゼブラベーグルさんとのコラボで5品用意してます。すごい、なんだろう、新旧問わずって感じですよね。そうですね、はい、ありがとうございます、うんうん、チョイスがそう嬉しいチョイスっていう。だってミッキーとか僕ら小学校の頃からありましたよね。そういうことですよね。本当友達のお母が働いてましたよ、はい、確かそんな感じですよ。僕も沖縄市だから。いいですね、まだミュージックタウンのところにあった時ですよね。そうそう、あの頃あの頃、うん、すげえ、ど密着してる感じする。嬉しい、うんうん、ちょっともう早速なんで、はい、食べでもいいやつ、はい、ご用意してます。いいですか、はい、ありがとうございます、ね、早速じゃあいただきます。すごくないですか、私たちパルミラのカレーとミッキーの焼きそば、うん、もうこのパルミラのカレー、はい、そのままです。だよね、これビジュアルが、まず見た目ビジュアルこれ完璧です。ありがとうございます、うん、いやちょっと待って、2種類楽しめるのがまたいいですよね。いやそうなんですよ、パルミラのねいいとこ、うん、2種カレーです。いただきまーす、はいはい、いただきまーす。うん、ありがとうございます、うん、どうした、うん、はい、お店だよ、はい、マジでマジでパルミラのカレーです、うん、めちゃめちゃ美味しい。これえこれ県内の全部、うん、そうです、先島も含めて、先島も含めてっていうのがいいですね、はい、だからパルミラカレーに出会ったことない人がファミリー沖縄ファミリーマートでこれに出会って、ね、これを食べに沖縄市に来るわけさ、はい、そういう流れまで考えて、それがもうそこまでセットです。うれ、はい、そうか、考えてるね。ファミリーマートです。もう一度言います。地域ど密着。うれ、密着じゃない、ど密着。ど密着。うん、いやこれはど密着と言っていいですよ。ね、早く食べて。できまーす。沖縄そばのメッチュ。あ、そうです。ミッキーの焼きそばの美味しいところ。それ言いたかったの。うん。あ、これは、あ、これ本当に麺が、あ、そうなんです。確かに麺なんかすごいこだわってる感じが、ミッキーさんがすごいこだわってて、知念製麺さんの沖縄ストップ美味しいんです、知念製麺使ってて、あ、大阪の近く、実家の近く、ね、なんとうちで作ってるんですけど沖縄そば、うん、なぜか知念製麺さんにそっくりって言われててそもそもがマジで、はい、もうなのでもう超すごくないそれ。あ、とりあえず立ってる。撮れますかね、僕。とりあえずカメラ寄れないか。こんなシートあれなんですけど、はい、コンビニのご飯にしてはすごく野菜の量が多い。そう、ミッキーのお母さんが野菜の量だけ絶対妥協しないって。あ、そうなんだ、やっぱり。もう、あんたたち野菜も食べなさいよーの。愛です、これが愛ですよ。あ、そうです。ミッキーからの愛ですね。野菜高いんでって話したら、麺減らせって言われて。さあ続いては私が総八屋さんの豚ラーメンと、はい、うん、キャンさんが大木鶏飯のチキンライス。そうですね、すげえ、私うー、うん、うーしそう、うん、いただきます。うん、うん、あ、いい音、うん、パンチ効いてる、うん、もうかなり効いてます、はい、ね、食べ応えもバッチリ、うん、うわー、おいしい。後追いでガツンです、すごい。ビジュアル的にももうボリュームすごいけど、そうですね、食べ応えはもうソワチャさんの、うん、もう本当にビジュアルをそのまま生かすような形 で、ね、うん、あともやしと、うん、野菜に入ってて、ね、わしゃわしゃ食べるって感じですよね。じゃあ僕、はい、チキンライス大木鶏飯の。美味しいよね。これここのオーナー実はですね、僕吉本の養成所、東京の東京 NSC 行ったんですけど、うんうん、その後輩なんですよ。だから、そうそう、もともと吉本の養成所で、そうなの？そう、一緒に切磋琢磨した、あの厳しい世界を生き抜いた、はい、オーナーが作った。まさかの今、鶏飯屋さんで。そうそうそう。あの頃のね、ボイスとかね、うん、ああいうね、あのレッスンが生きているのか。これで生きてる。いただきます。あ、美味しそう。あ、うん。野菜のシャキシャキが聞こえる、うん、キュウリがすごいしっかり、うんうん、シャキシャキ感、キュウリにはめちゃくちゃこだわりました。ちょっとキュウリのサイズ届いてるよ。大木鶏飯さん届いてる。そして俺すごくない、俺が言ったの全部こだわってるところだ。
今回は、ね、デザートもあるということで、はい、ゼブラベーグルさんですよ。ゼブラベーグルさんが夏場にティラミスを出すんですけど、うん、はいはい、でゼブラベーグルさんすごいあのスパイスにこだわってて、であのコザの街をイメージしてスパイスを使ってるということで、今回実はチャイティラミスっていう新しいティラミスを一緒に共同開発して、うん、我々でも販売しますし、ゼブラベーグルさんでも、まあ、我々が販売終わった後に、うん、あの同じレシピでまた発売するということで、多分ミキトリさん大好きだと思います、うん、本当だ、スパイスの香りがするよ。これシナモン、シナモン4つ入ってます。4つ、あシナモンとカルダモンとジンジャーとあとクローブ、クローブです、ごめんなさい、クローブね、わかる、本当ワインとかに入れるクローブですよね。そう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 、おしゃれジランシーいただきます。ぜひぜひぜひ、これは、はい、もう絶対お好きですよねこれ。大好き、はい、すごいよ、うん、本当にスパイスの香りがするし、食感がこのティラミスのこのクリームもそうなんですけど、ちょっとサクサクっとしたクッキー生地、はい、あそうです、クランブルを入れてて、ね、これも、シナモン入れたクランブルで、はい、ちょっと大人な感じの後引くこのスパイスの香りが味が癖になる、スイーツになんかそのスパイスっていうのがちょっとあんま想像つかないんですけど、 なかなか僕らもな作ったことなくて、うん、でおしゃれだよ味が、そうそうそう、オーナー、からちょっとこういったの実は考えてますっていうので、いろいろ実験で作ってるのがあって、うん、でそれ食べさせてもらって、あこれすごい面白いですねって言って、じゃあ、まあ、じゃあもう我々で作りますよって言って一緒にアイデア出し合って作ったのが、うん、本当にあのスイーツっていわゆる甘い感じ、はいはい、うん、いうイメージだと思うんですけど、うんうんうん、全然違います。だいぶもう小ざな感じしますね。本当にで今日オンエアが今、月曜日の深夜なんですけど、はい、火曜日からもう火曜日の朝からはもう並んでます、店頭に並んでるということで、はい、ぜひ皆さんお手に取って沖縄市の風をね、はい、感じていただきたいと。これいつまでですか。これ3週間なんですよ。厳しいか。3週間そうです、伸ばせ伸ばせ、伸ばせ伸ばせ、伸ばせ。コザの裏側。なんとなく感じつかめました？なんとなくつかめましたよ、うん、ああもうめちゃめちゃテンポアップしてるって聞いてたけど、こんなにテンポアップで撮影していくんですか。そうなんです、非常に早いです。素晴らしい、いいこと。いやでもやっぱキャンさんもね沖縄市にゆかりがありますので。そう、生まれがね、生まれと育ちが沖縄市の久保田ね、あの辺なんですよ。久保田青年会とかも有名ですよね。そう、地元だし、うん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 、じゃあなんかやっぱり小山の裏側のオファー来た時は、うん、あもう俺やってやろうみたいな。逆に、なんもう遅くないです遅くないですか。遅くないです。違う、だから僕もちょっとやらしいんですよ。僕が育ったところが東馬袋って言い方されてて、あ北中の、はい、北中口区の島袋と、はい、沖縄市の 今の久保田、うん、旧比嘉っていうところが一個のいわゆる集落みたいな感じだったんで、だから僕都合いい時は北中口区村ですって言うし、わかる、デイジーわかる。美味しい時はそうそうそう、あの沖縄市ですって言うし、コザの話になったら、あ、まあコザで育ってって。コザって優しいからね、メンタリーのところもちょっと違うけど、コザって言ってたでしょ。言う。うちも久保田だけど、まあ久保田まではコザかな。久保田、沖縄市、コザかな。そうそうそう。そうそう。でもコザの人から言ったら、いやそんだからあっちはコザじゃないよって言ったりとか。そうって言うけど、違うのよ、そういう話。してたら盛り上がらないわけ、沖縄市が分かるって言いたくなるんですけど、小沢はもう誰が使ってもいい小沢いいと思います、本当に、うん、そうよね、そうそうそう、やっぱり、うん、そんなキャンさんがこう、うん、小沢の裏側にのゲスト MC として出てるってことは、やっぱりこう、うん、なんだろうな、うんと、すごい沖縄市を PR するチャンスかなっていう感じはするので、はい、だから、まあ、昔の小沢のね、やっぱり風景とかも覚えてるしね、街に遊びに行ったりとかもあったから、なんかそういったのと重ね合わせてなんか紹介も含めてできたらなと思いますね。あ、そうですね、うん、はい、まあ、今回2週目で、3週4週、うん、5週ありますんで。5週あります。はい、僕ハッピーハンバーグ4つしか持ってきてないけどでも全部ハッピーハンバーグなんでしょ。分からんよ、分からんから。じゃあぜひ、はい、この後も引き続き、うん、小沢の PR よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまた来週です。